視聴者とセイアンドレアス協会、ルターシュタット・アイスレーベン。2015年7月、ルターシュタット・アイスレーベンは、ドイツ連邦共和国作戦ンアンハルト州、マンスフェルトズ・ユートハルツ郡に位置し、同郡で2番目に大きな都市である。ハルツフォアラント東部にあたり、人口は約2万3000人である。日本では、単に、アイスレーベンと呼称略称されることもある。 マルティン・ルターが生誕し、死去した地として有名である。最も偉大な出身者を記念して1946年以降、都市名に、ルターシュタットを冠している。アイスレーベンとビッテンベルクにある、ルター記念建造物群は、1996年から、ユネスコの世界遺産に登録されている。アイスレーベンは、ルターシュタット連合に加盟している。 アイスレーベンとビッテンベルクのルター関連施設は、ザクセンアンハルト州、ルター記念財団にまとめられている。中心部は、晴れから西に30キロメートルにある。細長く伸びる低地は、アイスレーベン定地と呼ばれ、マンスフェルトズユートハルツ群の南東部に位置する。都市の領域は、ほとんどが農地である。地形は、ウンタリスドルフとオーバーリスドルフの間で、マンスフェルト高原。 ミッテルゲビルゲ高原の低い部分へ高さを増し、市街地は高原の主要地を占める。市街地の南部は森林が生い茂る丘陵であるホルンブルクアンブへと伸び、南端のオスターハウゼン地区はほとんどヘルメ渓谷にかかっている。隣接する自治体には、北部ではゲルプシュテット、東部ではゼーゲビーマンスフェルダーアラント、南部ではファルンシュテット、クベアフルト、 西部では、アルシュテット、ボルンシュテット、ビンメルブルク、ヘルギスドルフ、ヘルブラ、クロスターマンスフェルトがある。中心市街地には、エルンスト・テールマン・ジードルング、ビルヘルム・ピーク・ジードルングが含まれる。この他の地区は、以下の通り。編入の日付を付加する。都市領域には、複数の小川が流れる。中心市街地には、例としてベーゼ・ジーベン小川がある。 フォアハルツから流れる七つの小川が合流したものであり、以前は特に壊滅的な洪水をもたらしたことから、ベーゼと名付けられている。ベーゼ・ジーベン小川は東へ流れ、ズユース湖に注ぐ。他の河川には、北部のシュランツェ川があり、ポルレーベンに源を発し北東に流れ、ザーレ川に注ぐ。シュランツェ川も洪水時に、特に急激に水位が上昇することがある。 小さな河川としては、グルーメ川が挙げられる。ヘルブラ南部に源を発し、アイスレーベン東部でベーゼ・ジーベン小川に合流する。より小さな小川には、ラベーケ小川があり、ヘダースレーベン地区に源を発し、東に流れる。美しい景観は、フォルクシュテット南部のヘーゲボルンバッハ小川による、渓谷である。小川は、フォルクシュテット西部に源を発し、アイスレーベン東部で、 グルーメ川に合流する。南部で重要な河川は、ローネ川であり、ボルンシュテット付近に始まり、オスターハウゼン地区を流れる。アイスレーベンイコールヘルフの、気候グラフアイスレーベンイコールヘルフの平均気温は、摂氏8.5度であり、年間降水量は509ミ、mm、リメートルである。年間降水量は、非常に低く、 他のドイツ国内の観測地の中で回の20分の1に含まれる。ドイツ気象庁の観測地点のわずか2%が、これよりも低い値を観測している。最も乾燥した月は2月であり、降水量のほとんどは6月である。6月では2月に比べて1.9倍以上の降雨がある。降水量はほとんど変化せず、年間を通じて非常に均等に分布している。 これよりも低い季節変動が、観測地点は、わずか7%である。3世紀から5世紀の民族大移動時代には、スエビ族の諸部族、アンゲル族、バルネ族が、ホルシュタイン、シュレースビヒ、メクレンブルクの地から南方へ移動した。チューリンゲンまでのエルベ川とザーレ川の西部には、この移動が、地名の語尾、レーベンから伺い知ることができる。例えば、 ハルデンスレーベントやフルトの間にある約100の都市や村の名称がこうして生まれた。ヘルマングレースラーによると、レーベンはこの文脈では遺産、世襲地を意味する。地名の全部は領主の種族と関連する。5世紀には移住者が先住のヘルムンドゥリ族と混交し、チューリンゲン族の国に属していたが、この国は531年にフランク族によって滅ぼされた。 北中林源は、ザクセン族が征服し、定住した。その後は、フランク族の将が、いくつかの地域に、シュバーベン、ヘッセン、フリースラントから農民を入植させた。こうして、シュバーベンガウ、ヘッセガウ、フリーゼンフェルトといった、地方名ができた。ファウル湖の水木9世紀と10世紀には、いわゆる、ファウル湖の西岸に、水木が建設された。 994年11月23日付の文書にアイスレーベンの名が見られる。これは、後の皇帝夫を賛成によるもので、すでに貨幣中造権関税権を含む市場特権を持つ6カ所のうちの一つとしてであった。公益路の交差点に位置し、王の水城に守られて発展した市場庁は王の私有財産であり、 周辺の村々からの税はここで徴収された。ニンニク王ニンニク王1081年には、アイスレーベンで、ザクセン諸公が、ザル・ムハク・ヘルマン・フォンルクセンブルクをハインリヒ4世の、対立王に選出した選挙を承認した。なおヘルマンはこの時、イタリアに滞在中であった。ヘルマンは、アイスレーベンの水城を居城としたが、ハインリヒ4世がフリースラントから向けた軍勢に、 包囲された。エルンストフォンマンスフェルト博外援軍を剣士、フリース人を打ち破った。戦場は長きにわたり、フリース人通りと呼ばれ、今日はフライ通りとなっている。1084年までヘルマンは、実際に大いにつくべく手を尽くしたが、十分な支持を集めることができず、街を去った。当時、城壁の前に、たくさんのニンニクが生えていたことから、人々から、 ニンニク王と呼ばれた。視聴者の北側の壁にあるサガンの彫刻は、伝承によると、ニンニク王を表したものである。今日、王は観光宣伝のイメージキャラクターとなっている。都市として、初の記録文書1069年には、マンスフェルトに居城を持つマンスフェルト家が、皇帝ハインリヒ4世から、ガウハク領を授けられた。アイスレーベンは、 まもなくこの白爵領の中心都市へと発展した。1121年からマンスフェルト博は市政のために都市大館を置いた。アイスレーベンが初めて自主的に選出した市長を持ったのは1809年以降のことである。1150年頃、居住地域の東端に位置する湿地帯であったファウル湖の干拓が始まった。マクデブルクの死境美マンは、 排水口や堤防建設のため、フリース人とフラーマン人を招き、後のニコライ地区となる地に入植させた。その痕跡は、今日でも、例えば防災付近のたくさんの堀や堤防に見て取ることができる。12世紀の半ばには、都市壁の建設が始められ、市場や周辺の通りを囲んだ。壁は、都市住民によって作られ、手工業組合ごとに持ち場が決められ、 保守と防衛に責任を負っていた。門の警備は都市が雇用した都市警理がその任に当たった。この壁は市場といくつかの周辺の通りのみを囲んでいた。1180年にアイスレーベンは初めて都市として文書に記録された。都市大官の元に資産児が12名置かれていた。都市市民はマンスフェルト博に功能の義務を負い。 都市の裁判権はその下に置かれた。現在までで知られる限り、最初にアイスレイベンで貨幣が鋳造されたのは、1183年のことである。教会の小教区には、聖アンドレアス小教区、聖ゴッドハルト小教区があった。道光山の起源1200年頃、ヘッドシュテッドにある銅山で、道光脈が見つかった。伝説によれば、甲府。 ナッピアンとの池によるもので、今日では、マンスフェルト鉱山を象徴する人物となっている。当初、農民は自分の土地を採掘したが、間もなく産業となっていった。1215年に皇帝フリードリヒ2世は、マンスフェルト博に鉱山支配権を授け、1364年には、カール4世によって承認された。工業は、経済構造を変え、 伯爵と都市両者の富の基礎となった。ヘルフタ修道院市東会のマリア修道院はマンスフェルト博ブルヒャルト一世によって設立され、当初はマンスフェルト城の近くに建てられた。これにはアイスレーベンの聖カタリーナ診療所が属していた。1234年に修道院は伯爵ブルヒャルトの未亡人によって今日のロスドルフ廃校付近、 1229年には、ロートヘルスドルフ、直近には、ロストドルフと記されたに移されたが、マンスフェルト上付近という土地柄ではあったものの、賢明な選択ではなかった。この地は、水の確保が非常に困難で、ロスドルフへの移転は、かんばしいものではなかった。1258年、女子大修道院長である、ゲルトルート・フォン・ハーケボルーンの発議で、移転することとなった。 彼女の兄弟のアルブレヒトとルートビヒは、ヘルフタに城と領地を所有していたため、ヘルフタの土地の一部を売却するよう願い出た。こうして、修道院は、現在のヘルフタ修道院の地に移転した。この地は今日、アイスレーベンの一地区となっている。修道院は1284年にゲプハルトフォン、クベアフルトによる略奪にあった。 カタリーナ修道会辞書の管理人の家1342年に、ブラウンシュバイク公爵が都市を包囲したが、失敗に終わった。この間、周辺の村や修道院が破壊された。その後、市壁の第五自覚張が開始された。修道院は都市保類の端に移転された。今日の修道院広場の地である。しかし修道院の移転はここでも終わらなかった。 1525年に、シンヘルフタ修道院が、農民戦争で放棄した農民によって荒らされると、女子大修道院長、カタリーナ・フォン・バッツドルフと、修道女らは、差し当たり晴れに逃げ延びた。その後、皇帝カール4世から命令が下された。命令に移り、その地に、修道院を再建せよ、というのである。しかし同年のうちに、マンスフェルト博、 ホイヤー4世は力を尽くして修道院を再建し、こうしてアルトイコールヘルフの地に戻ることができたのであった。しかしこの地も修道所にとって安住の地ではなかった。宗教改革は1542年にプロテスタントの礼拝の導入を強制した。あらゆる手を尽くして最後の女子修道院長バルブルガロイバースを筆頭に、 信仰を忠実に守る女性たちをプロテスタントに回収させようしたが、これに失敗すると、プロテスタントとなった、ゲオルクフォンマンスフェルトイコールアイスレーベン白爵は、1546年に修道院を解散した。修道所は離散した。修道院の最後に残る記録は、1542年6月19日の、ものである。こうして破壊された村々から、多くの農民が、 白爵の許しを得て、ベーゼ・ジーベン・オ川の対岸へと移り住んでいった。ラムトア通りには、今日、都市農民の典型的な家屋が残る。修道院の再建が始まったのは、1998年のことである。1498年の建設と、都市火災その後の100年は、繁栄の時代が続いた。ハルバーシュタット市京都の確室から、 1362年に都市は包囲されたが、古類で守りきることができた。1371年には、聖霊市教区本部が初めて記録に現れ、1408年には初の市庁舎が石造りで建設された。1462年には、聖ニコライ教会の聖火堆石が性別された。この教会は、ゴッドハルト教会の基礎壁の上に建設されたもので、ある。 1433年には、マルクト広場に立ち、はかりを持つ、織物召喚が記録されている。今日のマルクト22番地にあたる場所である。1440年には、家屋所有者は530人、人口は4000人を数えた。1447年に、セーペトリパウリ教会の塔の建設が始まり、ニコライ教会とアンドレアス教会のものは1462年に、 開始された。1454年、死産時は、マンスフェルト博から、900ライングルデンの担保に、道路舗装に関する下級裁判を手に入れた。伯爵は、その後、この担保を受け出すことができなかった。ルター記念日1483年11月10日、マルティン・ルターが、ラング工事のマルティン・ルターの成果で生まれた。今日は、ルター通りとなっている。 アク日ヒの聖マルティヌスの日には、聖ペトリパウリ教会で洗礼を受けた。ルター家がアイスレーベンに住んだのは、1484年の春までであった。しかしルターは、洗礼を受けた、この年と、修正、関係を持ち続けた。近年、市政と観光業界は、この結びつきを大きく取り上げているが、これは、特に2017年の宗教改革記念周年が、 当てはまる。1480年から1520年にかけて、第二の都市壁が建設された。この場合、郊外のペトリ地区、ニコライ地区とヌスブライテが都市に加わった。1498年には、第一の都市壁内が壊滅的な火災に見舞われた。多くの住宅だけではなく、視聴者も消失し、セイアンドレアス教会も損傷した。マンスフェルト博は、 5年間、税金を免除することとし、これにより、住民の流出に歯止めをかけることができた。郊外を含む、旧市街の再建1498年に、最古の都市壁内が大火で壊滅した後、マンスフェルト博の1498年8月17日付の特権に基づき、再建が開始された。差し当たりは、順調に進み、初期は、 高シック建築の要素が用いられた。都市壁拡大による郊外の取り込みと、水の供給の面で役立ったこととして、1480年から1566年にかけて、つまり、マクデブルク大司教が、同時にハルバーシュタットの管理者であった時代、マンスフェルト博が、マルクト地区と郊外の奉献領主を兼ねていたことが、挙げられる。 1520年から1540年にかけて宗教改革はアイスレイベントマンスフェルト博領で段階的に進み特に1525年にヨハネス・アグリコラが福音派の男子校を設立したこれは1546年のルターの条約によって設立されたラテン語学校の前身である後期ゴシックからルネサンスへの建築様式の移行は 旧市街の視聴者、ヒンターオルトの都市教書、聖アンドレアス教会の装飾に見ることができる。都市の再建で特筆すべき人物としては、ベルンディヌス・ブランケンベルクがいる。1507年から、資産時、1518年から、都市大官を務めた。彼の墓姫名は、ハンス・シュレーゲルによって、ルネサンス様式で制作され、聖アンドレアス教会にある。同教会内には、 同じく、シュレーゲルの手になるホヤー4世、フォン・マンスフェルト伯爵の棺型バカがある。都市再建は、16世紀の初めの3分の1の期間は大いに進んだが、1530年以降は、マンスフェルト鉱山の危機のために、かつての勢いを失っていった。しかしながら1538年と1560年に、墓地、1564年には、 ラテン語学校の校舎、1566年には、セーペトリパウリ教会の先頭のルネサンス様式の、園外、カタリーナ修道院の管理旨、1571年から1589年に、かけて、ノイシュタット市庁舎、1585年から1608年には、アンネ教会が完成した。1601年には、大化が起き、とりわけルネサンス様式の水木、 ミッテルオルトの都市居所、ギムナジウム、貨物計量所、多数の住民の家屋が破壊されたが、大規模な再建は見られなかった。その原因には、1570年にマンスフェルト博の財産摂取、1573年と1579年の財産分割と交換がある。ハルバーシュタットとマクデブルクのザクセン選定校は、アイスレーベンをその郊外と交換した。 また30年戦争の負担、鉱山と関連産業の衰退もある。これは1671年に、ザクセン選定鉱が鉱山を開放するまで続いた。これらと入り組んだ、行政機構が、相まって、都市は、経済的に凋落していった。これは18世紀末まで続き、建築物に明瞭に現れているノイシュタットと、 宗教改革のイシュタットの視聴者1501年、マンスフェルト博家は分割相続のため、マンスフェルト・フォアダー・オルト、マンスフェルト・ミッテル、マンスフェルト・ヒンター・オルトの三屋に分かれた。16世紀初頭には三屋がそれぞれアイスレーベンに都市居城を構えた。アルブレヒト四世伯爵、ヒンター・オルト家主流の末裔が、鉱山の活性化のため、ドイツの他の地域から、 鉱山や精錬所で働く労働者を呼び寄せ、旧市街の西方に住まわせ、この集落に都市圏を与えた。この集落はアイスレーベン近郊新都市、今日ではノイシュタット、またはアンネチ地区と呼ばれている。今日のブライト道に1571年から1589年にかけてノイシュタットの市庁舎が建設され、1848年にはここに 地方裁判所、都市裁判所が置かれ、1853年には、軍裁判所となった。そのためこの建物は、旧裁判所と呼ばれている。1514年、皇帝 A マクシミリアン一世は、アルブレヒトに、都市圏の取り消しを要求した。アルブレヒトは、この要求に反対し、その代わりに、アウグスティの印修士修道院であり、教会を備えた、アンネ修道院を設立した。 ここでアルブレヒトは1518年にルターと対面している。1520年にアンネ修道院のアウグスティーノ派の総会では、ルターの教えに賛同する旨、決議した。修道院は1523年に解散した。マンスフェルト・フォアダー・オルト家がカトリック信仰を堅持したのに対し、ゲルハルト7世率いるマンスフェルト・ヒンター・オルト家、特にアルブレヒト7世。 フォンマンスフェルトは、ルターと友人であり、宗教改革の思想に共鳴した。1525年に二人は、福音派の教義を導入し、聖アンドレアス教会の隣に、福音派学校の設立することを決定した。しかし、両者の進化に対する扱いは、カトリックの親類と比べて、大差はなかった。ドイツ農民戦争には、アイスレーベン出身の不満を持つ、 鉱山労働者が多く参加し、マンスフェルト白領のほとんどを荒廃させたが、アルブレヒト七世は、この燃え上がる放棄を残虐かつ、無慈悲に鎮圧した。宗教改革戦争の混乱では、マンスフェルト家の親類演者が、敵味方に分かれ戦うという事態に至った。農民戦争では、ホルツ・ツェレのベネディクト修道院とヘルフタ修道院が、荒らされ、修道所は追放された。 1529年にはペストで数百人のアイスレーベン住民が死亡した。ホイヤー4世イフォン、マンスフェルト・フォアダーオルトの死と共に、マンスフェルト地域で宗教改革の最大の反対派の一人が姿を消した。ルター自らが幾度となく伯爵化の構想を、とりわけノイシュタットをめぐる確執の調廷を試みた。ルターが、 最後に訪れたのは1546年のことで、あった。2月16日にルターは、ユストゥス・ヨーナスと共に、初のラテン語学校のために寄付後遺書に署名した。ここは今日、マルティン・ルターイコール・ギムナジウム・アイス・レーベンとなっている。1546年2月18日、マルティン・ルターは、アイス・レーベンで死去した。これを記念し、マルティン・ルター死去の家が保存されている。 宗教改革に加わった角で、アルブレヒト7世は皇帝カール5世から帝国アハト系に処せられた。しかし1552年にはこの処分を解かれた。1550年には再びペストが流行し、1500人の死者が出た。多くの鉱山労働者が都市を去ったため、1554年には皇区の一部を閉鎖せざるを得なかった。 賃金が切り下げられると、動揺が広がり、ストライキが発生した。1562年には、聖カタリーナ教会が消失したが、再建されることはなかった。ザクセン,センテイコーアウグストは、1567年は、校の説教者に敵対的な文書を印刷した、アイスレーベンの印刷所を閉鎖に追い込み、印刷工は逮捕された。数知れぬ分割相続、過度の支出。 経済不況のため、1570年、ついに、マンスフェルト伯爵家は破産した。伯爵家は主権を失い、ザクセンの手に渡った。こうして、アイスレーベンには、ザクセンから総関が送られるようになった。鉱山での労働力不足のため、都市を離れようとする者は処罰の対象となった。大火災、ペスト、30年戦争1689年の、 大火前のアイスレーベン、1647年、マテウス・メーリアン旧教区監督官舎17世紀初年の1601年には、都市は過去祭の火災に見舞われた。都市の中心部では、木組の家が密集していたため、火は柴叩く間に燃え広がった。被害は、家屋253棟、教区監督官舎、貨物計量所、アンドレアス教会の先頭。 マンスフェルト博の都市宮殿に登った。特に鉱山労働者が困窮し、1621年2月8日には、貨幣中造主任ツイーゲンホルンのブライト道にある、屋敷が包囲されるに至った。1000人もの鉱山労働者が、貨幣偽造をやめるよう要求した。1626年には新たにペストが流行し、数百人の死者を出した。1628年には、 アイスレーベンにバレンシュタインがやってきて30年戦争の戦火に包まれた。都市はカトリック同盟の傭兵によって荒廃した。その結果、鉱山も創業停止となった。1631年には両陣営の軍勢が入れ替わり都市を通過し宿泊と糧食を提供するよう強いられた。1635年にザクセン選定校ヨハンゲオルク一世と 皇帝フェルディナント2世の間で単独講和が締結されると全教会で感謝のミサが取り行われた。しかし1636年にはスウェーデン軍の略奪にあった。襲撃は1644年まで続いた。1653年にはまたも大化が起こり、166の家屋が失われ、1681年には、 ペストによって900人が命を落とした。ルターの成果は1689年の大火で1回まで消失した。再建1671年にザクセン選定校はマンスフェルト地域の鉱山の開放を許可した。これは鉱山の発展を進め工業化するための前提となった。1691年には貨物計量所が再建された。 1693年には、ルター生誕の家が続いた。現在、事前学校、博物館として利用されている。貴族リンク家の住居は、1498年の大化後、16世紀初頭に、フォアダオルト家系の都市居所として再建され、1563年からは、白尺の官房が置かれ、1689年の大火後、1707年には、 完全に建て直された。1716年からこの官房は、マンスフェルト白領のうち、摂取から解除されたプロイセン王国領の業務を担ったが、1780年に、ードの相続によって閉鎖され、1789年からは、ザクセン選定広告の上級管理が使用した。1798年7月14日に、 ザクセン先帝国政府の主導でアイスレーベン鉱山学校が設立された鉱山技官のための教育機関として出会ったナポレオン戦争アイスレーベンのシナゴーグプロイセン王国が1806年にイエーナ・アウアーシュテットの戦いでフランス帝国に敗北するとフランス軍の占領を受けたアイスレーベンはプロイセン王国ではなく ザクセン選定公国領であったにもかかわらずである。市内には工事が張り出され、ザクセン選定公国全土は中立であると確約していたにもかかわらず、都市の備蓄のすべてが挑発された。フランスはマンスフェルト白領をナポレオンの弟、ジェロームの下に新設されたベストファーレン王国に編入した。こうして、ここでも濃度制が廃止され、経済的自由権。 三権分立、ユダヤ人の道権、フランス民法典や、教会記録簿の投本が導入された。新市街は、旧市街に編入された。旧来の諸制度の廃止により、ユダヤ人商人の都市居住が可能となり、1814年には、初のシナゴーグを建設することができた。場所は、ラング工事、京のルター通りであった。ナポレオンが1813年に、 ライプツヒの戦いで敗北すると、ベスト・ファーレン王国のマンスフェルト地への支配は終焉を迎えた。プロイセンのワシの紋章が、ベスト・ファーレン王国の紋章にとって変わった。解放戦争にアイスレイベンも関与している。上級鉱山監督局長、フォン・フェルトハイムの指揮の下、義勇公兵大隊を編成し、参戦した。復古1815年。 旧マンスフェルト伯領は、ウィーン会議の結果、プロイセン王国に編入された。自治体アイスレーベンは、1816年に、マンスフェルダー税軍に属し、軍長は、アイスレーベンに置かれた。1817年、ルター派学校の新しい建物を、マルティン・ルターの聖火の中庭に建設した。最初の郵便局は、1825年に、いわゆる、 地方美脚郵便として、セーペトリー協会の隣に開設された。アイスレーベン市販学校が、セーペテロ協会の後の敷地内に設立された。1910年は、上方の都市公園に建物を新築し、現在は、マルティンルターイコールギムナジウムアイスレーベンとなっている。市販学校は1926年まで存続し、ルター学校を、訓練学校とした。 1827年には、セーレモンとラントベーアの間のハレ街道の拡張と、共にアイスレーベンの道路の強化が始められた。1835年には、新私立病院が完成した。1847年には、基金のため社会不安が高まり、当局によって、軍事力をもって鎮圧された。ユダヤ教徒は増加の一途をたどり、礼拝場所が、 手狭になったため改築され、1850年に、新アイスレーベンシナゴーグが完成した。産業革命アイスレーベン付近の4基の炉、交際置き場、1895年頃、アイスレーベンでの地盤沈下、ブライト道の家屋。1895頃、1852年には、 マンスフェルトにある5つの鉱山事業所が合併し、マンスフェルト含む同年番岩組合に統合された。1858年には都市防類で最後に残る部分が取り壊された。1863年には晴れとカッセルを結ぶ鉄道線の建設が開始された。最初の区間は1865年に営業を開始した。 オーバーヒュッテ、ミッテルヒュッテが創業を停止すると、都市の製法で、クルークヒュッテとクプファーローヒュッテでの再興が始まった。マルティン港とクルークヒュッテの間には、1871年、ヨーロッパで最初のケーブルカーが設けられ、排斥の輸送に使用された。1883年に、宗教改革者、 ルターの生誕四百周年を記念して、ルドルフ・ジーメイングによるルター記念碑がマルクト広場に建立された。1892年にはザルツヒコの水が火方の杭に浸水し、市中心部までに至った。そのため湖は1893年に排水が開始され、こうして地図上から姿を消した。その結果、 アイスレーベンの都市部には深刻な地盤沈下が発生した。1898年までに440棟以上の住宅が被害を受け、その多くは解体を余儀なくされた。多くの建物には今日でも損傷、または修理の跡が見られる。多くの建港に被害が出たため大量解雇を余儀なくされた。鉱山被害への保障は 土として進まず、また構成を欠くものであったため、ついには、住民の暴動を引き起こした。1896年には、マンスフェルト含む同年番願組合は50万、マルクを、家屋所有者に支払うことになった。1908年と1950年の東ドイツの、軍改革まで、アイスレーベンは、独立した、都市軍であった。 高度経済成長と第一次世界大戦20世紀はアイスレーベンで最初の路面電車の開業で幕を開けた。1900年6月12日に鉱山700周年記念祭が皇帝ビルヘルム2世と皇后アウグステ・ビクトリアの隣席の下盛大に取り行われた。好調な鉱山のおかげで第一次世界大戦前の期間には 都市の生活状況は一般に上昇した。人口は2万5千人以上へと増加し、アイスレーベンは、軍独立市となり、マンスフェルダー税軍から分離した。多くの公共の建物が新築された。工業学校、新病院、下水道と下水処理場、新上級実家学校、カタリーナ通り、新女子小学校。 市販学校の信仰者と地域歴史博物館である。1909年に鉱山労働者は労働組合結成の権利を求めストライキを決行した。アイスレーベンの第一次世界大戦の戦死者は都市の公式記録によると575人である。バイマル共和国1921年の5月、闘争、アイスレーベンの革命的労働者が警察に降印される。 1921年2月20日のプロイセン州議会選挙で中部ドイツの工業地域では左翼諸政党が過半数を獲得した。共産主義者の政権掌握への恐れから1921年3月19日、ビルヘルム・アベックが組織するプロイセン州警察部隊がヘッドシュテットとアイスレーベンに工場の創業を維持するべく派遣された。 中部ドイツの5月闘争に際しては、労働者階級に約100名の犠牲者が出た。1927年6月27日に、アメリカの飛行家、クラレンス・チェンバレンが、アイスレーベン郊外の麦畑に着陸し、大陸間有人飛行を成功させた。これは、チャールズ・リンドバーグの記録を2週間遅れで塗り替えるものだった。1931年以降、 マンスフェルト同行の創業停止を避けるべく、同行は政府からの助成金を受けた。この地域の経済の大部分が依存していたためである。ナチス時代と第二次世界大戦アイスレーベンの地の日曜日、ブライト道30番地の家屋にある記念名番。1933年にドイツ共産党の事務所が置かれていた。1933年2月12日、 突撃隊の一団が、ブライト道のドイツ共産党下旧築司令部の事務所を襲撃し、多数が負傷し、3名が殺害された。この通りは、東ドイツ時代には、ファシズムの犠牲者通りと呼ばれていた。以来、これをアイスレーベンの地の日曜日という。1938年11月9日には、水晶の夜事件が起き、私服の突撃隊員、 新鋭隊員がシナゴーグに押し入り、破壊した。ユダヤ人は虐待され、財産は破壊された。ユダヤ人はドイツ中で差別を受けたため、多くはアイスレーベンを、さらにはドイツを去った。1938年には残るユダヤ人は42人であり、少なくともそのうち21人はショアで殺害された。 有名なナチ党員には、後の武装親衛隊中将、ルドルフ・ヘルマンフォン・アルベンス・レーベン、後の親衛隊大佐で、マイダネクの収容所司令官、ヘルマン・フローアシュテットであった。他にも、聖職者もナチ政権に抵抗し、告白協会のヨハネス・ノアーク牧師が、国家扇動の角で投獄され、その結果、1942年に死亡した。 第二次世界大戦中、913人の住民が命を落とした。戦争の終わりに至るまで、アイスレイベンはほとんど無傷であった。重要でないとは言えない、高校業地帯のただ中にあるにもかかわらずである。すべての学校や病院は、数千もの負傷兵の軍病院として使用された。アメリカ軍は1945年4月13日、 ハルツ要塞の南部周辺に到達し、アイスレーベンは戦うことなく降伏した。アメリカ第一軍は即座に捕虜収容所を開設した。ヘルフタ近郊のヘルマン港の斜面の北と東側にである。約8万平方メートルの敷地にドイツ兵と民間人が野営状態で収容された。一時的に9万の捕虜が収容され、そのうち2000人から3000人が 非人道的な状態のために死亡した。収容所は1945年5月23日に閉鎖され、捕虜は他の都市に移送された。死者の遺体は今日に至るまで発見されていない。命を落とした人々を追悼するため、1995年5月20日に戦争捕虜記念碑が設置された。戦後1945年7月2日にはソ連赤軍が アイスレーベンに進駐した。第一次ロンドン分割協定とヤルタ会談の決定のため、ソ連占領地域の一部となったのである。これを歓迎して、アイスレーベンの共産主義者は、レーニン記念碑の計画を発表した。1945年8月1日には、買い取った建物に714席を持つ、アイスレーベン市民劇場の幕が開けた。 これは戦後ドイツ発の劇場である。フェイリックス・エッケの変名、ラルフ・ビーナーが設立し、運営していた。アイスレーベンの都市印象1970年の東ドイツの切手1946年には、マルティン・ルターの死去400周年を記念して、ルターシュタットの称号が授与された。1949年3月22日には、2000人以上の住民が、 ドイツ統一を訴えるデモを行った。1950年、アイスレーベンは、東ドイツ大統領、ビルヘルム・ピークン石の下マンスフェルト鉱山750周年を祝った。1950年に成立した、大規模な軍は解体され、アイスレーベン軍とヘッドステッド軍が編成された。1951年からは、地域が、エルンスト・テールマン・ジードルングと、 ビルヘルムピークジードルングに拡大された。1963年にはアイスレーベンで最後の含む同年版眼光の先進光が閉鎖された。1969年までにマンスフェルト盆地における工業の時代はついにその終焉を迎えた。マンスフェルトイコールコンビナートは工具や消費材の製造に転換された。並行して 工業、夜勤工業学校は、電気工学や機械工学のための工業学校へと、発展した。デパート用の敷地を確保するため、フライ通りと、宮殿広場の角に残る、昔の水木の塔の遺構が爆破、解体された。1973年から1975年の間に、都市部で、再び地盤沈下が発生し、特にジーベンヒッツェの一帯がひどかった。 ゾンネドート、旧墓地沿いには、640個のアパートがプラッテンバウ、で建設された。1983年は、ルター生誕500周年にあたり、祝祭は、時間をかけて、周到に準備され、36カ国からの来賓が、列席した。東ドイツ郵便と、西ドイツ郵便は、記念切手を発行した。 ユタ関連史跡は修復され、マルクと広場の家々のファサードが新しくされた。アイスレーベンでも1989年の秋に民主主義と社会変化を訴えるデモが開催された。1990年10月3日のドイツ再統一の日以降、アイスレーベンはザクセンアンハルト州に属している。1994年に、 ヘッドシュテット軍とアイスレーベン軍が合併し、マンスフェルダーラント軍となり、軍長はアイスレーベンに置かれた。1997年以来、ルターの家はユネスコの世界文化遺産に登録されている。2007年の軍改革の結果、アイスレーベンは、軍長所在地の地位をザンガーハウゼンに譲った。2009年5月25日には、連邦政府から、 多様性の場という称号を授与された。地域は一貫して合併によって拡大しているにもかかわらず、1960年代中頃から人口流出と少子化のため一貫して減少傾向にある。1964年から1981年を除いて毎年12月31日国勢調査アイスレーベンには、 2010年から福音派の教会監督が置かれている。管轄の教会管区は、アイスレーベニイコールゼン、マンスフェルトズ・ユートハルツ軍の全教区、チューリン軍州のキフホイザー軍とゼンメルダ軍の大部分である。市議会は36議席からなり、加えて1 0 0人の市長が属する。2014年5月25日に、地方選挙結果、 会派は三会派と無所属となっている。市長は、ユッタ・フィッシャーである。無所属で、スピードから推薦を受け、2006年3月26日に51%の票を得て当選した。2009年1月1日から、ルターシュタット・アイスレーベンの上級市長を務めている。2012年12月2日には、決選投票で64.0%を得票し、 再選された。その直後に、スピードに入刀した。紋章記述、青地に広がる銀色の羽記述。紋章はかつて都市アイスレーベンが、マンスフェルト博領に属していたことを想起させる。両方の羽は、かつてのマンスフェルト博のクレストであり、カブトと共に16世紀初頭から、都市紋章としての盾の中に現れた。 17世紀中頃から羽のついた兜は縦の上に置かれた。縦には今日では有名な2枚の羽のみが残った。ルターシュタット・アイスレーベンの旗は2009年2月27日に軍から承認された。青と白の二色旗である。アイスレーベンにはザクセン・アンハルト州立劇場がある。その起源は1945年7月13日に戦後ドイツで 初の新設劇場としてアイスレーベンに設立された市民劇場に遡る。ザクセンアンハルト州政府は州の補助金の完全撤廃を意図した財政削減計画を進めているため劇場はその存続の危機に立たされている。マルティン・ルターの成果はドイツ語圏で最初にして最古の博物館であり世界的に見ても最も古いものの一つである。 この他にも博物館が併設された、ルター聖居の家、地域史博物館、ヘルフタ修道院付属、リボリウスハウスがある。アイスレーベンカトリック教会文化記念碑は、ルターシュタットアイスレーベンの文化記念碑一覧を参照。西から見た、マルクト広場、旧貨物計量所とともに、修道院広場のバスターミナル道路、交通連邦道路80号線は、 アイスレイベンを迂回し、連邦道路1 8 5号線で結ばれている。都市の南部には、連邦自動車道38号線のアイスレイベンジャンクションがある。鉄道ラーテナウ通り近くにある駅には、ハレー、ハンミューン電線が通り、マイジッポ本 RE9 と RB75 が停車する。バスバスの市内路線、地域路線は、南ハルズ運輸会社によって運営されている。 周域、バス路線、410、420、700は、特に、ヘッドシュテット、マンスフェルト、アシャースレーベン、クベアフルト、ネーブラに直通している。マルティン・ルター・ヨハネス・アグリコラ・フリードリヒ系に光る、アイツ・アイルベン・ドモス。ありがとうございます。